アマオブネ、学名ネリータアルバイシラは、ネガイがアマオブネガイかに分類される巻ガ貝の一種。南日本を含むインド太平洋段階域の岩礁海岸に生息する氾濫系の巻ガ貝である。ワミオン末尾に貝をつけ、アマオブネガ貝と呼ばれることもある。また甘お舟貝カイ類のうち海産、大行の種類は、アマオブネという和名がついたものが多い。 ネリタ族を細分化した分類では、シーリアスタイラア族に分類され、これを族として、学名シーリアスタイラアルバイシラとした文献もある。生涯の貝殻は、反乱形で、長径3 0ト、mm、ルほどに達し、日本産アマオブネガイカ貝類の中では、大型種である。この大きさの貝としては厚く硬い貝殻を持つ。アマオブネガイカと同様に体が大きく発達し、一方で、 裸島は小さく、体操の右後方にほぼ埋まる。和名は、反乱形の貝殻を漁師が使う小舟に見立てたもので、ある。殻の上面は、黒と淡褐色のまだら模様が現れ、この模様は個体によって、色体や、ク雲模様になるなど変異がある。また巻きに沿った細い裸孔が20畳ほど走る。殻口は、D 字型で、周囲には、 光沢のある白色の唐口滑草が広く発達し、角底面のほとんどを占める。この滑草はただ平滑ではなく、唐口の外側に細かいひだ、軸唇中央部に、へこみと低い数バ、軸唇から唐後方にかけて、大小の下流状突起がある。蓋は、石灰質で、外側には、細かい下流が並ぶ。インド太平洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。 タイプ産地はインドネシアである。日本での分布域は日本海側で山口県以南、太平洋側で房総半島以南である。九州から本州にかけて分布が重複するアマガイネリタジャポニカは本州と似ているが、アマガイは各径15ミリメートルほどと小型であること、ラトウが突き出ること、カツソウが薄く、下流などもないこと、体状分布が長官体状部の高い位置である。 ことなどで区別できる。南西諸島では同様の環境に近縁種が多数生息する。岩礁海岸の長官大下部から水深5メートル程度までの旋海に生息し、岩陰や天石の下に付着する。内湾ではやや少ないが外洋に面した海岸ではよく見られ、四角も海岸に多く打ち上げられる。繁殖期は夏で、メスは交尾後に石などの上に、 紅白色の乱能を生みつける。人や地域によっては、同所的に生息するクボガイやコシダカガンガラ等と、共に漁獲され、塩茹でや味噌汁等で食用にされる。ABC 黒田特米ハベタダシゲ、大山勝ツ生物学ご研究所編、相模湾産、カイル1971年丸1 0 i s p 四4 6億21001万2177 内田通る監修、学生版日本動物図鑑北流館1948年、初版、2000年1 0版 i s b n 4 8億3260万427ハット ABC ハベただしげ監修、学研中高生図鑑、1975年、ハベただしげ、小菅さだお、エコロン自然シリーズ会1978年間、 1996年改訂版 ISBN9 兆7845億8632万 1063AB 奥谷隆史編日本近海3回類塚2000年東海大学出版会 ISBN9 兆7844億8601万4065ハット AB 行田吉造海の図鑑採集と標本の作り方2003年 南方新社 ISBN49 億3137万6967ハット AB 三浦智之日型の生き物図鑑2007年南方新社 ISBN9 兆7848億6124万1390ありがとうございます